こんにちは、ハテナくんだよ。蚊に刺されるとどうして痒くなるのかな。今日は蚊のおばちゃんに聞いてみたよ。ブーンブーン、おしじゃないから、あたしは蚊だよ。いつものの血が、あたいの餌。あたいに刺されたやつは痒くてたまらなくなる。どうして痒くなるかって、あたいが蚊だって血を吸っている間に気づかれて殺されちゃたまらない。だから血を吸っている間、麻酔を入れているのさ。麻酔は何かって、麻酔はあたいの唾液、つまり唾。この唾液を入れることによって気づかれないようにして血を吸うことができるってわけ。アイラに刺された後に痒くなるのはそのためね。ちなみにこの口の先の管で血を吸うのよ。でも血を吸うのはアタイラメスだけ。なんでだと思う？アタイラカは普段は花の蜜や草の汁を吸っているのよ。驚いたかしら。でも卵を産む時期になるとタンパク質が必要になる。だからアタイラメスは他の生き物のうちからタンパク質を取っているのよ。オスは相変わらず花の蜜を吸ってるのさ。アタイラは生き物の吐く息、二酸化炭素や黒い服に見分けていくの。あんたら一番人を殺してる生き物ってなんだと思う？人を殺しているのはアタイラカなのよ。アタイラはマラリアや日本脳炎という病気を人にうつす、実は恐ろしい存在なのよ。アタイラはパシッ、くー、やられちまった。今日のまとめ、蚊に刺された後痒くなるのは蚊に唾液を入れられたから。蚊の唾液に含まれているタンパク質には、人の血を固まりにくくしたり、痛みを和らげる役目がある。そのタンパク質が人の体になじまず、アレルギー反応を起こすため、痒みを感じるんだよ。でも、血を吸うのは、卵を産む時期のメスだけなんだ。ちなみに、蚊の幼虫がボウフラ。ボウフラは水の中に住んでいる。空き缶に溜まった水など、ほんの少しの水たまりでもボウフラは湧くんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。バイバーイ。